どうも、前原です。WRC の7キャリアモードを続きやっていきたいと思います。ドイツですね、ラリードイツランドが次になります。まずはスーパースペシャルステージ始まって、エピックステージ、 SS3 パワーステージという流れになってますね。現在ですね、シーズンランキング4位と後退しております。ここはね、絶対表彰台狙いたいんで、まだヌービルはまだ逆転できると思いますんで、OJ は届かないだろうけど頑張っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ちょっとね、ここ数戦かなりヘマをやらかしておりましてね。ということですね。では、セッティングいきます。ここはスーパースペシャルステージなので、ちょっとね、硬めに、低めにいきたいと思います。こんなんかな。ハンドブレーキはね、ちょっと強めにした方が良さげなんで、ここも、ここは、ここかな。とりあえずね、これで行ってみたいと思います。ラリードイツ、デイ1、スーパースペシャルステージからですね。無理しすぎないで、タックできればと思います。無理しすぎて、やられてるのか、油断しすぎてるのかは分かんないが、行ってみましょう。ドントカット、イントゥジャンクション、スクエア左、ドントカット、アンドクローズ、エアピン右、ドントカット、120。わ、いきなりなんか失敗した気がする。ジャンクション、スクエア左、ドントカット、イントゥジャンクション、スクエア右、ドントカット、ナロー100。これはまずいな。ジャンクション右3ショート62アンドジャンクション左4ドントカット、イントゥフラット右100。ジャンクション左4キープイン40。ジャンクションスクエア右ドントカットオープンイントゥジャンクション右3ドントカットキープインアンドジャンクションヘアピンクローズ左ドントカット30。アンドジャンクション左4ショート。ちょっとまずいね。ハードブレーキジャンクションスクエア左ドントカット60。コーションブレーキジャンクションスクエア左カット30左6オープンアンドクレストキープミドルイントゥジャンクション100クレストキープミドル40左5イントゥ右4ショート上りイントゥ左5オーバークレスト40コーションブレーキ試験員左30ジャンクション右3ショート3イン30ジャンクション左3ドントカット60ジャンクションスクエア左ドントカットアンドジャンクションスクエア右ドントカット30右6イントゥフィニッシュ。これ遅いぞ。それでもこんだけ差がつくのか。いやー、でももっとつけられたってことはチャンスを逃してんなー。まずね、ちょっと最初セッティングはまってないのかなっていう感じで、ちょっとね、こんな感じになってましたね。なので、多分途中で、これはいかんぞということで、ちょっとドライビングを修正して臨んだのかな。この辺までまだ暴れてますね。この辺からちょっと早め早めのブレーキをかけた感じになったのかな。
ちょっとオーバーすぎてな。スケインっていうか星草スケインをまあ超えられたっていうのが最大の争点じゃないですか。ここを超えるか超えないかでね、ぶつかっちゃうと終わっちゃうんで、まあかなり減速はしましたけどね。ということでいいスタートが切れたような気がします。スーパースペシャルステージはあっという間に終わったんで、エピックステージも行ってみたいと思います。まずは修理しまして、フィッティング、ちょっとねって感じですね。暴れすぎましたねあれは。ということでちょっと柔らかくして、ここもちょっと柔らかくして、こんなんかな。ちょっとね安全に行きたいと思います。こんなんでいいかな。では早速エピックステージ行きましょう。 D2 です。エピックステージ 13.07 キロ、結構これ逆走になるんで、コースとしてはちょっと気をつけないといけませんね。よし、では行ってみましょう。右4、イントゥー、左4、イントゥー、右4、ロング、30アンド、左4、ショート、イントゥー、キックス、アンド、ハードブレーキ、右4、イントゥー、ヘアピン、右、ロング、アンド、フラット、左30、イントゥー、ヘアピン、左アンド、右4、オープン、ロング、アンド、タイトル4フラット、右、イントゥー、左5、ロング右5、ショート、イントゥー、フラット、左、アンド、フラット、右、30左6、イントゥー、右5、ショート、キープ、左50右5、オーバークレスト、150右4、ショート、アンド、コーション、左5、ハードブレーキ、30スクエア、右、ドントカット、30左5、ベリーロング、ハードブレーキ左1、タイト、イントゥー、右4、100フラット、右、イントゥー、ちょっと慎重になりすぎてる感はあるけど、アンド、右4、アンド、上り、ナロー、100こんぐらいでいいかな。オーバークレスト、左4、ジャンクション、タイトイントゥー、右5、ショート、ドントカット、120フラット、右50フラット、左40試験員、左40左6、イントゥー、右6、ロング、タイトル5イントゥー、左5、ショート、ブレーキ50ブレーキ、スクエア、左、ドントカット、下り、イントゥー、スクエア、左オーバークレスト、フラット、右、120左5、イントゥー、右3、カット、150スクエア、右、カット、イントゥー、フラット、左、100危ないな、ここオーブン、アンド、タイト、星下、イン、イントゥー、右3、キープイン、50うっそ、避けたと思ったのにな。タイト、イントゥー、左4、キープ左60左3、タイト、イントゥー、フラット右80左
左5オーバーバップナローオープン30コーションハードブレーキスクエア左カット40左5アンドフラット右オーバーバップコーションハードブレーキスクエア左ナローイントゥー右スパーカット30コーションスクエア右ドントカットオープンイントゥー左3ブレーキタイトルスクエア左200バンプあーちょっとコーションハードブレーキスクエア右60スクエア右カット30フラット左イントゥーフラット右ドントカット左4タイトイントゥー右4ショートドントカット50スクエア左カット50これ危ないんだスクエア左カットイントゥーフラット右タイトうわイントゥー左3タイトドントカット30右3ドントカットイントゥー左3ショートドントカット150コーションハードブレーキスクエア右40スクエア右カットイントゥーフラット左イントゥー右これはまずいドントカット結核の Day1 の結果がフラット左タイトゥー5ドントカット30右5ドントカットナロー30左6タイトゥー4ショートアンド右4オーバーバップアンド左4 50オープンスクエア右アンドフラット右イントゥーフラット左30オーバーバップアンド左5 50コーションハードブレーキスクエア左ナロー50左5タイトル5120ハードブレーキイントゥー右5コーションタイトルスクエア右30フラット右オープンキープ左イントゥーフラット左30左6イントゥー右5ロングイントゥー左430左6キープ右100ヘアピン左ナロー右430フラット右30左4オーバークレストショートイントゥー右3タイトルスクエア右ドントカット右230左530フラット左ハードブレーキイントゥーヘアピン左ロングドントカットイントゥー右630アンド左4ショートドントカット30右560左4タイトルアンド右3ショートイントゥー左3ショート60コーションブレーキヘアピン右アンドサインインタイトル530左3ショートアンドヘアピン左ドントカットアンドフラット右30左6アンドサインインアンド左4カットイントゥー右530アンド左4タイトアンド右にショート40左4ショート50左4カットアンド右3200右5ブレーキイントゥー左4右3タイトスクエア右30左イントゥー左5 30右5ドントカットアンド右3ショート30イントゥー左2ロング30右4ショートドントカットアンド危険右3ショートアンド左4ロングアンド右530アンド右5イントゥー左3 40コーションブレーキスクエア左30左530右5ベリーロングドントカットタイトルナローアンド左5タイトルロングアンド右4ショート30右4ショートドントカット40左5アンド30コーションハードブレーキスクエア右アンド左3ショートナロー50タイトルスクエア右カット30左3オープンイントゥー右4ショート40
キープイン&フラット左タイトル450左4ドントカットキープイン40高所ハードブレーキ左6タイトルヘアピンクローズ左120高所ヘアピンオープン右30フラット左&右5キープイン30いやうまく回れてないな左6タイトル5イントゥー右4ロング50フラット左イントゥー右5タイトルブレーキアンド左にタイトルスクエア左カットアンド左6アンド右4ドントカット最後はブドウ畑に刺さらないようにだけしないとドントカットイントゥー右3ブッシュイン40右4キープイン40右4ロングブッシュインイントゥー左4ロング左のドントカットアンドフィニッシュさあどんな感じですか。あー伸びる3秒かやっぱ途中ね慎重になったり失敗したりいろいろありましたからね。ベタ踏みで回らなきゃいけないとこなんですけどね。あとこの登りきるところもちょっとね右に曲がってるんですけどもうちょっとねスピードを落とさないようにしないとここまずオーバーですね。ところでブレーキとともに一速落とさないとダメかな。一速落とした方が加速早いかな。ここのためだけにギア比を上げるっていうのは多分得策じゃないと思うんですよね。どうせこんなんばっかりだからな。下り意外といやらしいんだな。ここね、ほんと危ないんですよ、あのフェンス。意外とオーバースピードで入っちゃうからな。ここここ、あれ当たったかなって思うぐらい。まあでも当たってるから当たってるんでしょう。慎重に入ってますね。ここねほぼ止まってるもん。でホイールスピンさせちゃうと。間違いだしね、曲がる方向その焦りのおかげでここもグダグダで、ここのね、まあ、ここもそうだけど最後のところもぶどう畑のね、この木がね道の方に出っ張ってんですよね。あれ意外と当たりやすいんですよね。あーもうほんとこの辺はグダグダですね。
多分この後で多少は立て直したんじゃないかなと。失敗したよな。やっぱね、こう逆に走ると結構分かりづらいですよね。多分デイスリーでこれの普通のコースが出てくると思うんですけど、やっぱ全然違いますからね。3秒差で負けましたけど、まだトップは維持しております。ヌービル・オジェ・ソルドと続いてますね。ではここで一回ね、動画は切っておきます。それでは次回デスリーです。それではまた。